分かっていなかったんだ。あの頃の僕たちは何も。だけど見慣れた街のすぐ外には世界へつながる扉があった。もしもし。空よりも遠い場所チーム劇場最新作見て、黄金爆裂50発在庫いっぱいあるとこ狙った。つかバカだろ、なんでもっとまともなもん持ってこねえんだよ。明日はペルセウス座流星群だよ。やったね。喜ぶ理由が一個もねえ。これはまだ世界を知らない3人の少年たちのひと夏の冒険。行ってみようか、トンネルの向こう側へ。グッバイドングリーズ。あの日、いつもと違う夏休みの気配に僕はワクワクしていたんだ。